こんにちは。果たして人間は一体どのような秘められた可能性を持っているのでしょうか。そんなことキリンに聞かれても知らん。私はキリン J。 はい、ということで今回は我々人間は万物の全てとつながっているといったお話から、人間に備わっている超次元の能力、人間は本当に地球で生まれたのかの考察を経て、最後に我々人類がこれから辿っていくであろう驚くべき進化を3パターンほどご紹介していきたいと。おやすだいこう。脳イコールインターネットイコール宇宙説。世界では古来より我々の生きるこの宇宙そのものが何者かの夢の中の存在に過ぎないという考え方や、万物の一つ一つに宇宙が宿っているという考え方や、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものという考え方が存在していました。そして皆さんの中にもこの世界が仮想空間内のシミュレーションだったり、自分以外の生物が実は意識を持たない存在なのではないかと考えたことがある方も多いのではないでしょうか。そこでこちらのチェキですが、このチェキは約15年ほど前にアメリカの大手新聞ニューヨークタイムズ紙に掲載されたチェキで、左側がマウスの脳内神経細胞同士のつながりをミクロン単位まで拡大したチェキで、右側が数十億光年に及ぶ銀河を広範囲で撮影したチェキなのだそうです。またこちらの画像は我々が日頃お世話になっているインターネットのネットワークの構造を示した画像で、さらにこちらは人間の脳神経細胞ニューロンの画像になります。そしてこれら4枚を見比べると、それぞれが全くの別物であるにもかかわらず、その構造は宮崎弥生と二階堂ふみくらい似通っていることがわかります。そしてこれを踏まえて冒頭の話を振り返ってみると、世界が仮想空間内のシミュレーションである説にも奇妙な信憑性を感じれるような気がしてきますし、人間のケツ穴は宇宙空間とつながっているような気もしてきます。宇宙から生み出された動物の脳が宇宙の構造に酷似していること、また人間から生み出されたインターネットの構造が人間の脳に酷似していることには何らかの意味があるのでしょうか。そしてもしその答えに気づいた時、我々は一体どうなってしまうのでしょうか。人間の超常的な能力について、まだまだ謎が多いことで有名な人間の脳ですが、その中でも特に興味深いものとして消化体の存在が挙げられます。消化体とは我々の脳のほぼ中央部に存在する大きさ 8mm ほどの器官で、人間の脳の老化を防ぐ役割を担うためにホルモンをめちゃくちゃ分泌することから、通称マキシマムザホルモンと呼ばれていません。しかしながら未だその機能について解明されていない点も多く、この消化体の正体に関してスピリチュアルな説も多数。1600年代我思うゆえに我ありの言葉で有名な近代哲学の父ルネ・デカルトは、消化体を魂の在りかであり物質と魂をつなぎ合わせる重要な器官であると考えていました。ですが実際のところ魂の在りかはであると私は考えます。また古代エジプトのシンボルとして有名なウシャトの目も消化体をモチーフにしているとされ、ウシャトの目は全てを見通す知恵、癒し、修復、再生の象徴として壁画や装飾に多用されています。さらにギリシャ神話でも消化体を象徴とした怪物キュプロスが登場し、人知を超えた力が描かれています。またキリスト教をはじめあらゆる宗教に影響を及ぼしたとされる古代宗教ミトラ教においては、祭壇のシンボルに消化体を表現した松の実が組み込まれているなど、消化体は時代や国家の壁を越えて信仰の対象とされてきました。そして我々が暮らす現代においてもそれらの名残が多く残されており、一例を挙げると千里眼や第三の目、第六感、念能力、スタンド能力、覇気、個性、呼吸などの超常的な知覚を発揮する器官がこの消化体だという考え方もあったりなかったりします。ただ残念なことに、一説には人類の長い歴史の中で消化体は退化が進んでしまったとされていて、盛んに信仰の対象とされていた古代と比較すると現代人の消化体は固く縮んでしまっているのだそうです。人間はどこから来たのか。
我々の暮らす地球は23時間56分4秒の周期で自転を続けていることから、先人たちは1日を24時間と定め、人類は太陽の傾きや気温の変化などを頼りに、そのルールに則った生活を続けてきました。ではそれらの時間を測る情報を全て遮断すると、人は一体どうなるのでしょうか。1962年、ドイツ人の時間生物学者ユルゲン・アショフ氏は、本来の人間に備えられている体内時計の周期を解明するため、自らを被験者として一切の光を遮断した環境で1週間生活してみたという企画を行いました。その結果、人間が本来持つ体内時計の設定は、睡眠や覚醒の周期をはじめ、体温の調整、ホルモンの動きなど多くの機能において約25時間程度であるという事実が判明し、そしてこの実験結果から話が飛躍しまくってしまい、かなりぶっ飛んだ仮説が次々と誕生しました。例えば、人間の祖先は本来別の惑星で暮らしていたが、何らかの原因で住めなくなったため地球に移住してきたのではない仮説。火星の自転周期は約24時間40分程度なので、人間は火星で生まれた生き物なのではない仮説。他の惑星で暮らす宇宙人がさらなる進化の可能性を求めて人間を生み出し、地球に送り込んで生活させ、情報収集を行っているのではない仮説。キリンチャンネルの視聴者の 98% が火星人説などが挙げられます。しかしながら、近年の研究では、体内時計のズレは様々な要因が生んだ個人差によるもので、本来人間の体内時計は24時間に近い周期に設定されているという説も提唱されるなど、現在も真相究明に向けて研究が進められています。人類の進化。最後に、今後人類が歩むとされる進化の可能性について、3つの興味深い説をご紹介していきます。今まで通りの進化を続ける。一つ目の説は、人類が今まで辿ってきた進化の過程と同様に、現代の環境に合わせた進化を続けていくとする説です。具体的な例を挙げると、未来では肉体労働を高性能 AI を備えた機械に任せることになるため、筋肉は退化して痩せ細り、頭部は肥大化していくと考えられています。これは想像してみると、まさに宇宙人グレーのような不気味な姿ですが、この頃にはこれらの特徴がより顕著に出ている人間に対して、かっこいい、かわいい、素敵、抜けるという感情を抱くように心も変化しているそうです。テクノロジーと融合する。二つ目の説は、人類は自ら生み出したテクノロジーと融合して永遠の命を手に入れるとする説です。今まで人類が辿ってきた進化のペースと比較すると、近年の科学技術の発展速度は恐ろしく速いため、今後の人類は今までの進化を捨て去り、精神をコンピューター上にスキャンして、その中で生き続けると考えられています。そしてこの進化を歩むと、人間は電子の世界を文字通り高速移動できるようになるほか、肉体を持たないため不老不死、不眠不休で活動を続けることが可能になるので、これにはフリーザ様もにっこりです。また先ほどお話しした脳とインターネットの類似性も、実は人類が無意識下でこういった進化を遂げるための準備をしているからなのではといった興味深い話も存在しています。説3、分岐進化していく。3つ目の説は、人類の進化先は大きく枝分かれしていくとする説です。最近よく耳にする宇宙エレベーターや他惑星への移住などの計画が実行に移されると、人間は生活の拠点を地球以外の別の星に移すことになります。その後、人類はそれぞれが行き着いた先でその環境に合わせた進化を遂げ、ある星では目のない人間が生まれ、またある星では毛が一切生えていない人間が生まれてくるなど、現在の人種の差とは比較にならないほどに大きく分岐した進化を遂げると考えられています。そしてゆくゆくは地球人 VS 他惑星への移住民で、人間同士の大戦争が勃発するかもしれませんね、なんつって。
こんにちは。先日ヤルミナ教グランドロッジ AKA 小道寺部屋の聖水ファブリーズが切れてしまい、僕の呪物圧縮さ靴下両面すくさで町内会に悪霊を呼んでしまいました。そこで僕は急いで松清に参り、ファブのお会計を済ませ、お釣りをもらう。その刹那、店員さんに両手でかぶせるようにお釣りを返してもらった僕は運命を感じてしまったではありませんか。そして僕はこの衝動を店先のサトちゃんにぶつけ、月が音を置き去りにした矢先、通報を受けた松ポリちゃんに出会って2秒で飛びつけポリ固めで現行犯逮捕される運びに。ちょ、そんなしめたら行くってばよ。その松ポリちゃんにも恋をする。優しくされるとすぐ付き合えると思う欠陥品、ヤルミナ教グランドマスターキリンです。はい、ということで今回は子孫を残す上で重要な役割を担っているのに死亡率が高い行為、様々なメリットが存在するにもかかわらず進化の過程で失われたもの、重要な栄養素を生成する能力が失われたこと、自覚症状がなく病が進行していく臓器など、人間の体に存在する明らかな欠陥を4つほどご紹介していきたいと思います。出産。出産とは性行為や生殖医療を利用することによって受精した後に体内で成長した胎児を体外に出すことを指します。基本的に神秘的かつ非日常的なものと認識されている出産ですが、特に人間の出産は母体が死に至る可能性の高い非常に危険のある行為として知られています。そして人間における出産が多目的スペースで致すことくらいハイリスクである理由ですが、その要因の一つに人間の頭の大きさが挙げられます。人間は進化の過程で脳を発達させていったため、それに伴い頭部も増大していったのですが、その結果胎児が産道を通って体外に出る際に頭が使えるといった事柄が多くなり、人間の出産の難易度を湯産後亜鉛の2ステップを確実に踏んでいく頭皮ツルツルの僕が、これから BTS に電撃加入する難易度くらいに非常に難易度を上昇させました。そのため1899年の日本では出産した10万人の女性のうち409人もの女性が亡くなったという記録が残されており、医療技術が発達した現代の日本でも出産によって数人の方が命を落としていることから、人間の出産は極めて人体に負荷のかかる行為となっています。さらに人間の出産の危険性を裏付ける事例として、アフリカの中には16人中1人が出産を行って死亡するという、出産によって高い確率で命を落とす地域があり、現在の発展した医療の恩恵がなければ本来出産は大変危険な行為であると考えられています。ちなみに出産における死因の中で最も多いと言われているのが気管出血と呼ばれている病気になります。気管出血とは出産によって子宮筋の疲労や子宮内で起こる細菌感染や炎症が原因で発病する病気で、子宮から大量の血液が噴出するといった症状が見られます。この出血には痛みを伴わないため分かりやすい自覚症状が少ないことから、出産を行った母親が体の異常に気づけないケースも多いと言われています。これらのように頭部が発達した人間の出産は母体にとって非常にリスクが高い行為なのですが、頭が大きくなるような進化を人間が遂げた理由として、母体にかかる負担を加味した上で人間が知能を得ることが極めて大きいメリットだったからではないかと推察されています。体毛。体毛とは動物の身体の表皮に生えている毛のことを指し、人間の場合は主に頭髪や眉毛、陰毛などが体毛に該当します。このように人間の体毛は部分的にしか見られないものの、人間以外の動物は体毛に覆われていることが多く、それは体毛に様々な利点が存在するからだと考えられています。また全身に体毛を生やすことのメリットとして、体温を一定に保つ能力を向上させることや紫外線から皮膚を守れることが挙げられ、部分的にしか体毛が生えていない人間は全身に体毛がある際のメリットを享受できないことから、生存競争に関して他の種族より劣るのではないかと言われています。しかしそこで生存競争に有利な体毛がなぜ人間には生え揃っていないのかという疑問が生まれました。ちなみにこの間僕が安全に、さすがにあのドブネズミには生存競争で勝ってるよね、クサッと言ったところ、ドローとのこと。そして人間の進化における研究が進められた結果、その疑問に対する
する有力な説が提唱され始めます。その説の一つが、人間が4足歩行から2足歩行に進化していく過程で、頭部にしか紫外線が当たらなくなったため、全身を覆う体毛が必要なくなったというもので、現在の人間の歩行様式に合わせて体毛を失っていったとする説です。さらに、人間の脳が発達していくにつれ、熱に弱い脳を守るために体毛を減らしていったのではないかとの、人間は脳の機能性に重きを置いた進化をしたという説も有力視されています。その他にも、体から出た老廃物が体毛にとどまることで、寄生虫や不衛生であることによる病気のリスクが高まるため、激しい運動を行い汗をかく人間と体毛は相性が悪かったのではないかといった意見も上がっています。ちなみに、フィットネスクラブではミルセンの僕ですが、全インストラクターから、あの寄生虫退会させろと毛がないのに毛嫌いされてます。また、人間の体毛が少なくなった理由に対して様々な説が提唱されているものの、体毛の研究が重要視されていないことも相まって、体毛に関する全貌は未だに解明されていません。また、人間に近しい存在と認識されている猿は体毛を用いて感情表現を行うのですが、人間は体毛を失う代わりに体毛を使わない多彩なコミュニケーション能力を得たのではないかと推察されています。なお、コミュ障の僕がおもちゃ屋でキッズに混ざり温酸化しているところを見かけましたら、軍技の対戦順番飛ばされて激高しているサイン説が、あれビタミン C 合成能。ビタミン C 合成能とは、ビタミン C を体内で合成する能力のことです。ビタミン C には免疫力を高めたり、体の皮膚や骨の機能を維持したり、抗ストレス作用をもたらしたりと、人間が生きていくために必要な性質が備わっています。そのため、あらゆる生物にこのビタミン C は必要不可欠な栄養素なのですが、人間はビタミン C を生成する能力を持っていないことから、果実などを摂取することでビタミン C を得なければなりません。その一方で、人間以外の多くの動物はブドウ糖を材料に4種類の酵素を作用させ、体内でビタミン C を生成することができるため、ビタミン C が欠乏する事例は少ないと言われています。ちなみに、僕は有線接続時、ブドウ糖を材料に仮想通貨のマイニング生成ができるため、仮想通貨送り人がたまに感謝のラムネを置き配してくれます。そして、人間がビタミン C を生成できないことに関して、とある医者は、人間のビタミン C 欠乏は人類全体の遺伝的障害であるとし、ビタミン C 合成能がないことが明らかな欠陥だと指摘しました。なぜそのような欠陥が人類の進化の過程で生まれたかについて、一説には脳を保護するためではないかと推察されています。先ほど述べたように、人間以外のほとんどの動物はブドウ糖を用いて体内でビタミン C を合成しているのですが、ブドウ糖は脳を機能させるために重要なエネルギーとなっています。そのため、もし人間がビタミン C を合成する能力を持っている場合は、脳に必要なブドウ糖がビタミン C 合成に消費されてしまい、体内でブドウ糖が不足することが予想されます。ちなみに、ヤルミナ教マスタークラスになると、太陽パワーとアルミ箔さえあれば光合成で生きながらえることができます。また、これらの理由から、人間が脳の機能性を優先した結果、進化の過程でビタミン C 合成能が失われていったのではないかと考えられています。また、かつての地球では、容易に果実を摂取できる環境があったことから、ビタミン C を合成する機能がない個体も生き残ることができるため、次第にそういった個体が増えていったとの推察もあります。肝臓。肝臓とは、体内における代謝やアルコールの分解、エネルギーの貯蔵といった重要な役割を担う器官のことで、人間の右脇腹の肋骨内側に位置し、人間の持つ臓器の中で最も大きい臓器となっています。肝臓の持つ役割は非常に大きく、肝臓がうまく機能しなくなった場合は、本来であれば肝臓によって解毒されるはずの老廃物が体内に蓄積され、代謝が落ちたことで用いられなかったエネルギーは中性脂肪になります。その他にも、肝臓の疲労は重大な病気に発展するケースが多いため、肝臓の健康状態には細心の注意を払わなければいけません。ちなみに、僕の肝臓は9時5時で働いてくれているので、5時にちゃんとタイムカード切って帰ってるか注意してます。ですが、肝臓には予備機能が備わっているため、多少の問題であれば活動し続けることができます。そのため、肝臓に負荷がかかっていても自覚症状がほとんど出ないことから、肝臓は沈黙の臓器と呼ばれており、日常生活に支障が出る頃には病気がかなり進行しているという事例も多いため、人体の欠陥の一つだと言われています。なお、最近の僕はホロ酔いを飲むだけで泥酔していたので、肝臓に尋ねたところ沈黙のままです。また、肝臓に大きな負担が
がかかる行為として、アルコールを飲みすぎること、血圧を高くすることの2つが挙げられ、これらの行為を積み重ねることで肝臓病のリスクが高まります。また、重大な肝臓病を避け、健康状態を維持するためには、バランスのいい食生活をとる、ストレスによる自律神経の乱れを抑える、風邪などを引かないようにする、肝臓が休みの日に肝臓に LINE を送らないといったことを意識すると、肝臓病を予防できると言われています。さらに、肝臓が弱くなっていることを察知するためには、お酒を美味しく感じなくなった、食欲が低下していた、足やむくみやお腹の張り、ヤルミナ卿にもうお布施を払いたくないといった症状が見られないか、細心の注意を払う必要があります。そして、万が一これらの症状が体に出て不調が続くようであれば、早期治療によって重篤な病気に進行することを防ぐことができるので、少しでも異常を感じたら、早急に医療機関を受診することが推奨されています。ちなみに、ヤルミナ卿行きつけの赤十字病院に肝臓を見てもらいに行くと、先生から、頑張ればーと言われ、臭みを抜くために牛乳を処方してもらえるとか。にちわ、この度、にちわがついに NG を食らい封印されてしまいました。にちわって一体何なんでしょうね。これでは両手両足をもがれたも同然、満身創痍草食動物、こんにちは、キリンですもん。はい、ということで今回は、絶食、断眠、寿命、体温、重力などあらゆる観点から、我々人間は一体どれだけ過酷な状況まで耐えることができるのか、それぞれのテーマごとに段階を追いながら我々人間の限界を探っていきたいと思いやす。つっても私キリンなんですけどね。よほほほほ。今回は楽天ポイントがどんどん貯まるお小遣いアプリ、楽天スーパーポイントスクリーンの提供でお送りします。てか絶食、もし仮に我々が必要な食事、つまり草を一切取らず栄養が不足した状況下に陥ってしまった場合、人間の体はどういった変化を見せるのでしょうか。我々が限界を迎えるまでの過程を見ていきましょう。1日目から3日目、最後に食事を取ってから約6時間ほど経過すると、人間は空腹感を覚え始めます。最初の6から10時間は大した変化は起きませんが、その後は空腹によるストレスでイライラした状態に陥り、おでこにあのイライラした時の血管のあのマークが出てきます。その後、脳内が体内に蓄えられた脂肪をエネルギーに変えるよう体に命令を下し、脂肪から栄養を賄いますが、十分なエネルギーは得られず脳の機能が低下し始めます。3日目から2週間目、3日目以降は体内に蓄えられたタンパク質を分解してエネルギーが生み出されていきます。そのため体中の筋肉が痩せ衰え、骨密度が低下し、性欲低下などの症状が現れます。そして1週間が経過したあたりから、ビタミンやミネラルが不足するため免疫機能が低下し、病気にかかりやすくなったり、心臓発作のリスクが急激に高まります。また水分すら補給していない場合はこの段階で限界を迎えます。それ以降、ここから先はその人がどれだけ脂肪や筋肉を蓄えていたかによって変化してきます。1ヶ月を過ぎた頃には体はガリガリに痩せ細り、エネルギー不足で意識は朦朧とし、すでに思うように動ける状態ではなくなっています。そして大抵の場合は2ヶ月以内で力尽きるとされているため、人体の絶食の限界は約2ヶ月程度と考えていいでしょう。ちなみに楽天スーパーポイントスクリーンなら、絶食中でもポイントを貯めることができます。もはや食事代わりだよね。断眠、続いては食事と並んで我々の日常に不可欠な睡眠についてです。過去にアメリカの大学生ランディ・ガードナー氏が行った断眠の実験記録を参考に、人間はどれほど眠らずにいられるのか、限界に迫っていきたいと思います。ちなみにキリンの平均睡眠時間は20分なのですが、人間界では寝てなければ寝てないほどかっこいいとされているので、キリンはめちゃくちゃかっこいいです。1日から4日目、断眠2日目時点ですでに目の焦点が定まらなくなり、3日目になると気分の浮き沈みが激しくなり始めます。そして4日目には集中力が著しく低下し、ついには幻覚まで見え始めます。5日から9日目、5日目からは脳機能の低下が目立ち、自身がプロスポーツ選手であるという妄想にふけり始め、6日目には物を立体的に捉えることができなくなりました。7日から9日目にかけては、ろれつが回らなくなり
なるとともに発音がうまくできなくなりました。つまりツイッターのことをツイッターと言っている人は7日から9日間寝ていないということです。10日から11日目、10日目を超えるとさらに脳機能が低下し、自身が直前にしていたことすらも思い出せなくなるなど、若年性アルツハイマーに似た症状が出始めました。また妄想や幻覚と現実の区別がつかなくなり、断眠から264時間が経過した11日目に限界を迎え眠りに落ちました。このことから人間が睡眠を取らずにいられる限界は約2週間程度と考えられています。また過去にラットを用いて行われた断眠実験では、2週間足らずで全てのラットが命を落とした記録もあるため、人間の場合も2週間を超えて断眠を続けると同様に命を落としてしまう可能性が高いと考えられています。ちなみに楽天スーパーポイントスクリーンなら、睡眠を断絶していてもポイントを貯めることができるから、もはや睡眠なんてどうでもいいよね。寿命。日本人の平均寿命は2019年時点で男性が 81.25 歳、女性が 87.32 歳となっていますが、大昔の旧石器時代の平均寿命が15歳、江戸時代では32から44歳程度と言われているため、近年の寿命の伸びは飛躍的な向上を見せています。まるでどことは言いませんが、僕の体のどこかの部位のように飛躍的に伸びていますよね。まあ、ちなみに爪の話です。では寿命の限界は一体どの程度なのでしょうか。年齢に比例して生じる老化現象も踏まえて解説していきます。10歳から30歳、このあたりの年齢が運動という分野で見た場合の人間のピークとなります。短距離走などの敏捷性は10代後半から20代前半にかけて、筋力は20代を中心に、持久力は20代後半から30代前半にかけてピークを迎え、その後は穏やかに下降していきます。そんな中、なぜか生え際は緩やかに上昇していくのだとか。いやだ。40代から60代、40代を迎えると思考力がピークを迎えます。今までの学習や経験に基づいて的確な判断が可能となり、集中力もこの時期が最も高くなるとされています。しかしながら50代を超えたあたりから思考力の下降が始まり、肩や腰、膝の痛みなど体の様々な部分から老化のサインが見え始めます。そして全ての毛根が死滅します。悲しいったらありゃしないですよね。70代から90代、70代を超えるとピーク時と比べると運動能力もかなり低下し、歩くスピードが遅めになり、わずかな段差にも疲れを感じるようになります。70代では約1割が、90代では約5割の人間が認知症を患い、周囲の人々の助けが必要になってきます。そしてこのあたりが僕の恋愛におけるドストライクゾーンになってきます。100歳以降、ここまで来ると脳の萎縮や細胞の劣化がかなり進んでいるため、健康的な生活を送れる人はほんの一握りとなります。近年の研究では病気などがなくとも120歳を超えたあたりで臓器の劣化が限界を迎えると考えられているため、人間の寿命の限界は120歳程度と考えられています。ちなみに楽天スーパーポイントスクリーンなら、120歳でもポイントを貯めることができます。体温。我々人類の平均体温は 36.6 度から 37.2 度の間だと言われています。そしてここからたったの1度体温が上がっただけで、人体には様々な異常が発生します。では人間が耐えられる体温の限界は一体どの程度なのでしょうか。段階を踏んで見ていきましょう。 37.5 度まで、軽い風がこの辺りになります。この段階では通常の生活や仕事をする分には大きな支障は出ませんが、体に暑さやだるさを感じたり、食欲が湧かないなどの症状が出ます。ちなみに食欲が湧かない時はお粥を食べるといいでしょう。 38.5 度まで、重めの風邪と同じレベルです。このレベルになると生活に必須な活動を送るだけでも大変で、体のふらつきや頭痛、寒気などが襲ってきます。また寒い時はお粥がおすすめです。バケツ一杯のお粥を頭にぶっかけるといいでしょう。それ以降、
体温が38度後半を超えると歩行が困難になり、強い寒気や食欲の減退、意識が混濁するなどの症状が出ます。そのまま体温が上がり続け、42度を超えると高温の致死量が熱に弱い脳を破壊し始め、命が危険にさらされます。ですがこの時お粥に祈りを捧げると、きっとお粥は我々を救ってくださるでしょう。そこから体温が44度を超えたあたりで、ついに人体は限界を迎えます。ここまで来てしまうと、気合と根性で頑張っても数時間持つかどうかというレベルで、細胞のタンパク質が変性してしまうため、回復はおろか生存の見込みすらなくなってしまいます。ちなみに楽天スーパーポイントスクリーンなら44度でもポイントを貯めることができます。ポイントで熱さまシートを買えば解決だね。重力。地球に存在する全ての物質には地球の中央に向かって引き寄せられる重力が働いています。重力は G という単位で表され、地球で暮らす我々には常に 1G の負荷がかかっています。では人間が耐えられる重力の限界は一体どの程度なのでしょうか。どんどん増殖する G を段階を追って見ていきましょう。 4G は加速しているジェットコースターと同じくらいの G です。この辺りになってくると視界が狭くなるとともに色彩がなくなり、 4.5G を超えた辺りで視界が完全になくなります。 7G 以降、ここまで来ると腕や顔を上げることができなくなります。昔の宇宙飛行士やアメリカの戦闘機乗りは特殊な装置を使って 7.5G 程度の重力を発生させ、重力に耐える訓練を行っていました。また 12G を超えたあたりで大半の一般人は意識を失ってしまうそうです。 40G 以降、いきなり結構飛んで 40G になりましたが、ここまで来てもしっかりと訓練を受けた人間ならば耐えることが可能です。アメリカの航空医学研究者のジョン・スタップ氏は、時速 1000km を超えるロケットソリ装置を使ってこの重力を生み出し、自らの実験台としましたが、眼球の毛細血管が破裂して当日のうちは目が見えなくなってしまったものの、命に別状はなかったそうです。また 50G を超えた場合は、ほんの数秒間さらされただけでも訓練を積んでいない人間は命を落としてしまうとされているので、現実的な限界はこの辺りと考えられています。 179.8G、 F1 ドライバーのデビッド・パーレイ氏がレース中に事故を起こした際に、ほんのわずかな間ですが 179.8G もの重力に耐えて生還を果たしました。その後パーレイ氏は最も大きい重力に耐えた人物としてギネスに認定されています。 600G、 これは僕のパソコンの C ドライブの容量です。痛かったー、ケグソー。はい、ということで今回は男にしかわからないあの痛み、体の内側をえぐられるような究極の痛みを伴う病、最も痛い処刑方法、この世で感じる痛みの中でも史上最強の痛みなど、人間が感じる最大の痛みを6つほどご紹介していきたいと思います。テグ。内側から壊死する恐怖、心筋梗塞。人はただ生きているだけで病気にかかるリスクにさらされており、年を重ねるにつれてそのリスクにさらされて病気を患う確率が跳ね上がります。そんな病気の中でも心筋梗塞は高齢男性の発症率が高い心臓の病気で、人の死亡要因の上位に食い込んでいます。この病気の主な原因はコレステロールの付着によって血管が狭くなったり、血管に線ができてしまう病気や動脈硬化を患うことにあります。心筋梗塞にかかると、心臓を構成する筋肉である心筋に必要な酸素を送ることができなくなり、酸素不足に陥った心筋は見るも無残に壊死するとともに、20分以上にわたって強烈な痛みを発し、その痛みは渾身の力でえぐられるほどである、木で温めた箸で突き刺されたようであるとのことです。
また一説によると、気になってる女子のインスタでお揃い嬉しいという匂わせストーリーを見た時のクラス2軍男子の心臓の痛みと同レベルなのだとか。またこの痛みから数時間が経過すると突然痛みが収まるのですが、この原因は心筋の細胞が完全に壊死して痛みを感じなくなったからであり、この状態で放置すると意識障害を引き起こし、場合によっては死に至ってしまいます。なお、現代の医学では、壊死した細胞を復活させることはできないため、この病気が疑われた場合は、できる限り早く治療を行わなければなりません。ちなみに、心筋梗塞を未然に防ぐためには、偏った食事、過度な喫煙、運動不足といった、動脈硬化の原因となる生活を改善することが重要です。ちなみに僕はラーメン週21という心筋梗塞行き特急市への片道切符発行してるので、これからは体に気を使って味噌から塩に変えようと思います。極悪非道な処刑、火炙り。人の歴史を紐解いていくと、数多くの人が多種多様な方法で処刑されていることがわかります。中でも中世ヨーロッパなどでは死刑、いわゆる火炙りが行われてきました。火炙りはその名の通り火を使った処刑方法のことで、この刑を受ける受刑者の体は赤く腫れ上がり、水ぶくれができて皮膚が壊死し、その下にぎっちりと詰まっている筋肉が直接火にさらされるため、想像を絶する痛みを覚えることになります。なお、筋トレ頑張っててめっちゃすごい剤で火炙りに処された某筋肉が、こんなとこで死ねるかパワーと叫んだら間違って火の勢いパワーアップしちゃったとか。なお、この処刑における死因は煙による窒息死、やけどの痛みによるショック死などが挙げられるのですが、即死することは極めて難しいため、多くの受刑者は長時間にわたってもだえるそうです。世界最強の痛み、三叉神経痛。人の体には数多くの神経が張り巡らされていますが、そんな神経の中には触覚や痛覚などを感じ取って脳に伝える三叉神経というものがあります。この神経は通常通り機能していれば問題ないのですが、何らかの事情でこの神経の横の血管が圧迫されると、洗顔、食事、化粧といった行動を取るだけでこの世で感じる最もひどい痛みと呼ばれる激しい痛みを発するようになります。なお、この話を聞いた激痛代表ササクレは、負けてらんないっすねーと今年の冬も頑張る姿勢を示したとのこと。またこの痛みの継続時間は短くて一瞬、長くて数分程度であるものの、長期的に何度も発生するため、三叉神経痛の患者の一部は定期的に訪れるこの痛みに耐えかねて自決してしまうそうです。またこの病気の治療法として、手術で三叉神経を圧迫している血管を引き離し強引に固定する、放射線で神経を破壊するといったことがあります。なお、この病気は原因がよく分かっていない上に突然発症する可能性が高く、予防することは難しいのですが、現在はストレスや疲れ、乱れた生活習慣が原因の一つではないかと言われているため、日頃から規則正しい生活を送ることを心がけた方がいいと言えます。狙われたら終わり、急所攻撃。人の体は筋肉、骨、多数の内臓のほか、無数の血管でできていることは周知の事実ですが、それらは他の動物と比べて極めて脆く、高所からの転落、走行中の車の衝突、鈍器による殴打などの影響で容易に砕けてしまいます。さらに体には刺激に反応するための神経が張り巡らされているため、自身の体が砕けた時は想像を絶する痛みに襲われることになります。けど、付き合ってた人に振られた時の心の痛みよりははるかにマシなんだよね。ほんまに知らんけど。そんな痛みの中でも、急所、すなわち筋敵を攻撃された時の痛みは強烈で、筋敵を攻撃されるとしばらくは痛みでその場から動けなくなり、それと同時に腹部や肩、首などが次々と痛み出す関連痛と呼ばれる現象も起きてしまいます。また筋敵を攻撃された時に激しく痛む原因は、股間にはたくさんの神経が集まっているため刺激に反応しやすく、外部からの衝撃を防ぐ骨がないといったことが挙げられます。なお、筋敵はどれほど鍛えても外部からの痛みを緩和することは不可能なため、多くの格闘技で筋敵への攻撃は禁止されています。ちなみに金玉いっぱいボーイである僕は、残像で本物の金玉が分からなくなっているので急所に当てづらいですが、よーく考えたら全部金玉なので、どこに当たっても急所だからめっちゃ当てやすいです。石がもたらす絶望的な痛み、尿管結石。
生きている人間は毎日のように自身の体から余分なものを排泄しながら生き続けていますが、信じられないことにそんな行動さえもできなくなる尿管結石という病気が存在しています。尿管結石は排出される尿に含まれている成分の一部がギザギザした石のように硬くなり、その石が腎臓と膀胱の間にある尿管に引っかかってしまう病気で、この石が引っかかると腎臓から送られる尿がせき止められます。すると腎臓の内側が圧迫されるため、多くの患者は背中、脇腹、下腹部、睾丸に睡眠を阻害するほどの痛み、起き上がれないほどの痛み、刃物で刺されたような痛み、気になってる女性に童貞は無理かなという言葉の刃で貫かれたような痛みを覚えます。なお、この病気は肥満、糖尿病、痛風、高血圧などで悩んでいる人がかかりやすく、一度治療した後も非常に高い確率で再発することが分かっているため、この病気の原因となる食塩や動物性タンパク質、ビタミン C を控えつつ、1日の排尿量が2リットルになるほどの水分を摂取してこの病気を予防することが重要です。なお、かの宮本武蔵は、刃物くらい痛えだと？なわけねえだろと言った後、無事に尿路結石になったらしく、後に、ツバメ返しの5倍。と語ってて、小次郎から名誉毀損で訴えられたとのこと。最大級の威力の毒針、弾丸あり。世の中には、おびただしい数の昆虫がひしめいていて、それらの中には、見るもおぞましい姿をしたものや、人の命を容易に奪うことが可能な昆虫も存在しています。そんな昆虫の中でも、ハラポネラ、通称弾丸アリと呼ばれる大型のアリが持つ毒針は強力です。弾丸アリは南米のジャングルに生息する大型の黒いアリで、樹木の根元に巣を作って集団で生活し、獲物を求めてそれぞれが単独行動をとります。またその性格は極めて凶暴で、巣に近づいてきた敵を追い払うために威嚇しながら飛びつき、自身の腹部に隠し持っている毒針を突き刺します。この毒針の威力は現在確認されている毒針を持つアリの中で最大であり、放たれた弾丸の威力と同じと言われています。さらにその痛みは全身に広がり、最大で24時間続くため、このアリが生息しているエリアに訪れる際は用心するに越したことはないでしょう。ちなみに僕も股間刺されましたが、普段から友人のハイネックさんにバレット M82 で股間狙撃してもらってるので、なんとか反射できました。